Hiroshi Hayashi will present you a video forum on ancient mysteries and wonders of the world. Today's story is about a very horrible painting painted by Leonardo in the Middle Ages about 500 years ago. In the painting, Madonna and Child Jesus with the infant John the Baptist and an angel are painted in a rocky setting which gives the paintings their unusual name. v r i n of the rocks.Yes, it is.It is very much unusual. みなさん、こんにちは。今日は、岩屈の聖母の絵の謎について話します。この絵は大変恐ろしい絵です。そのことをこのビデオの中で説明し、証拠を添えて証明します。私たちは作り上げられた虚構の中で、この絵を素晴らしい絵と思い込んでいるだけということになります。 この絵も恐ろしいですが、本当に恐ろしいのは私たちが持っている常識ということになります。あるいは私たち自身かもしれません。今、マドンナの右手の人差し指がイエスの神秘ですね。皮膚の下に潜り込んでいます。ここに注意してください。これは衣服ではありませんね。神秘です。皮です。その中にマドンナの指が入り込んでいます。注意深くご覧ください。 で、イエスの体を見ますと、あちこちで皮膚が剥がれているのがわかります。お腹から背中にかけてですね、皮膚が剥がれています。いわゆる脱皮しているわけですね。で、ダヴィンチはこうした脱皮しているイエスを、まあ、表現したということになります。衣服ではないことは境目を見ればわかります。足の皮膚も脱皮しています。足の皮がめくれていることがわかりますかこれは衣服ではありませんね。衣服だったら足の先まで着ることはありません。 これは、まあ、こうした動物がいるわけですね。皮を剥ぐと言いますかね。神秘を剥ぎながら成長していくってわけですね。で、同じようなことをダヴィンチがイエスの皮膚の上で表現しています。これは別の、まあ、トカゲということなんでしょうかね。やっぱり脱皮していますね。そして皮がめくれています。注意深くご覧ください。すなわち、イエスの体は脱皮している。すなわち、イエスは人間ではない。すなわち、イエスはレプタリアンであるということを ダビンチはこうして証明しました。そして、えー、続くこの指も怪しいです。注意深くご覧ください。この人差し指の付け根のところに人間にはない皮があります。この皮に注意してください。この皮もやはり脱皮しているように見えます。注意深くご覧ください。 なあち、この、ま、エンジェルって言われている、ま、これ女性じゃなくて男性なんですけどもね、別のところで証明しましたが、これは男性ですけど、ま、顔、顔に騙されちゃダメですよ。ま、要するにこれも、この、ま、なんて言ったらいい人もですね、皮膚がめくれて脱皮しています。ま、このようにダヴィンチは、ま、皮膚のめくれた、ま、人物をこうして描いて、ま、これらは人間ではないということを示したわけです。ま、これが神秘ということになるわけですね。皆さん自身で判断してください。 ペロッと皮がめくれています。で、さらに検証を続けてみます。この、まあ、エンジェルの足を、まあ、その前にちょっとこの皮膚をですね、見ていただきたんですけども、こういう隠し絵という手法でですね、あたかも衣服のように見えるようにして、まあ、カムフラージュして、実はダヴィンチは、まあ、こうした人たちが、まあ、いわゆるその脱皮する人たちであったことを示しています。で、今度は、 この足のところを見ていただきたいです。ここはあの少し注意が必要です。一見すると4本指が確認できます。しかし一番向かって右の指は色が白いですね。中部からご覧ください。これはですね、隠し絵手法と言いまして、周りの葉っぱの色なんですね。なあち、こういうふうに、まあ、一見しただけでは4本、あるいは5本に見えるようにしてですね、実はこのエンジェルは3本指であることを示しています。 まあ、つまり人間ではないということですね。この白い部分と白い部分を比較してみてください。なわち、白い部分は葉っぱであるということですね。で、これを、この人は3本指の、まあ、エイリアンとか、まあ、エイリアンになりますけどもね。これが毛側に見えますね。足の指、後でもう一度出てきますけども、足のぶつけのなるところに毛が生えているように見えます。3本指の毛の生えた、まあ、エンジェルということになるわけですね。白い部分は繰り返しになりますけども、葉っぱです。 私もここに騙されましたね、はじめね。で、この人は三本指の足を持っている。しかも右の方はどうも毛が,毛毛が生えているみたいですね。で、いよいよマドンナの謎ですけども、このマドンナの胸とそして後ろの背景の岩を比較してみてください。中深く見てください。今日のポイントということになります。 で、このダヴィンチはですね、このマドンナの、まあ、胸のところと、そして後ろの岩を同じ色で、同じ質感で描きました。まあ色温度っていうんですかね。同じように、全く同じように描いています。なあち、このマドンナの体と後ろの岩は連続していることをこうしてダヴィンチは示したわけであります。なあち、体はぐにゃーっと回って、後ろに続いているんだぞ、と。まあそういうことをダヴィンチは回、まあ、 この絵の中で表現したわけですね。で、もう一度、ここ、重要ですから、今日のポイントですから、もう一度確認しておきます。ここにマドンナがいますけども、このマドンナの体とですね、後ろの岩を比べてみてください。まあ、途中で曲がっているというよりも、私は下の方までぐっと曲がって、そして後ろに続いていると見ます。まあ、その方が自然ですからね。そして、後ろの岩とマドンナの体、胸の、 色、風合い、すなわち色温度は同じだということです。描き方も同じですよ。すなわちマドンナの下半身は蛇、もしくは竜であることを、こうしてダヴィンチは示したわけであります。皆さん自身でしっかりとご確認ください。もう一度念を押しておきます。まあこれが原画ですね。それ少し色を 明るくしています。部分的には採工していません。全体に明るくしたということです。さらに、コントラストを上げてみますと、このように胸のところと後ろの岩を比べてみてください。そして、マドンナは、大事であるということをダヴィンチは示したということになります。まあ、胸に抱いているのもヘビに見えますけどもね。それも後でちょっと出てきます。こうして、まあダ、ダヴィンチの、いわゆる、 思想がですね、ここに織り込まれているということですね。で、誰かと言いますと、当然、ラミアということになるわけです。ラミアというのは、子供を食べる魔女、悪魔として知られていました。そして、こういう形で、まあ、いろんな画家がラミアを表現しています。まあ、上半身は人間で、下半身は蛇だってことですね。まあ、こうした絵は全まあ、全く珍しくないわけです、えー。マケ、ミケランジロも同じような絵を描いています。中央にいるのがラミアです。いわゆる、まあ、アダムの最初の妻と言われてますね。 そして、まあ、これがカペラシスティーナに書かれているで,でラミアというのはどういう、まあ、魔女だったかと言いますと、子供を食べるラミア。まあ、もともとは、まあ、リビンの女王であったというけども、アダムの最初の妻、リリとのことである。リリとですよ。リリとのことであるということですね。そして、これがマドンナ。もう一度繰り返しますが、確認してください。ここが今日の一番重要なポイントです。胸と後ろの岩を比較してみてください。そして、左がミケランジョの書いたラミアです。 そして、下半身が蛇ですね。そして、このエンジェルの足の指は三本指です。そして、指は、新品が剥がれています。そして、マドンナはイエスの皮膚の下に指を潜り込ませています。まあ、こうした事実から浮かび上がってくる、まあ、なんて言いますか、ストーリーは何かというと、恐ろしい話ってことになるわけですね。 皆さんもこの足をもう一度確認してください。で、そして左がリリトです。魔女中の魔女というふうに言われていました。まあ、ルシファーの妻ですけどもね。まあ、あの人間を改造したルシファーの妻ですから、キリスト教側から見れば魔女ということになるわけですね。この三本指に注意してください。実はダヴィンチは他にもこの三本指の女性を描いています。それをこれから皆さんに紹介しますが、この三本指注意してくださいね。いわゆる魔女です。 悪魔中の悪魔ということになりますね。これはダビッチ自身が書いたと言われてます、受胎告知です。この受胎告知の袋の置物の下にマリアの足が隠し込まれて、隠し込まれて、隠し、隠し ままれていますこの赤赤い丸のところを見てください。授業団の下からペロッと三本指の爪のあるマリアの足が外に出ています。この三本指の足と、そしてリリとの足を比べてみてください。すなわち、ダベンチはこういう形で、マ,マドンナはリリと魔女であることを示したわけです。ここでも同じコンセプトで作られているということですね。まあ、ついでながら言いますと、上の二人の、まあ、ガブリエルと二人足して一人の魔女ということになります。1足す1は1の、まあ、 ダビンチ独特の手法ですね。 そして、これが、右側ですね、システィーナ、礼拝堂の、えー、ビケジャンビケランジュの解体ですけども、ここにやはり、三本足の女性、これは女性じゃありません。男性が人が描かれています。赤い服を着ているから女性だなんて持っちゃいけませんよ。まあ、システィーナの礼拝堂にはみんな逆転してますから。で、三本指です。あ、三本足ですね。そして、組み合わせ方によっては、これ、三通り考えられるんですけどもね。まあ、一応二通りこうで紹介しますと、こういう足の組み合わせがあるわけです。そして、向かって一番左の足が注意深くご覧ください。 この足は骨がむき出しになっていて、折れていて、中から骨髄液が漏れています。右はまあイラストですけども、正確に描いたまあ骨髄ですよね。それがまあこういう形で表現されているということです。 なあち、ダヴィン、メケランジョロですね、ダビンチの絵を文字って、こういう絵を描いたと思われます。三本足ですね。で、向かって左のダヴィンチの絵もですね、これ二本足ですけども、見方によっては三本足にも見えるということで、メケランジェロはからかったんじゃないかと思います。そしてこれは森本里さ,さんが発見なさったんですけども、後ろの男性は一見優しい若い男に見えますけども、これも隠し絵手法で、実はこの向こうに不気味な、まあ、何かが、まあ、人の顔が描かれているということですね。 こういう形で、まあ、えー、ミケランジェロも隠し絵を仕込んだというわけです。まあ、こういうふうにして考えていますと、まあ、左と右がですね、同じコンセプトで描かれているということですね。そして衣服の色は全く同じですね。ややまあ、甘、ま、く、あ。まあ なってますか色が焦ているっていう感じはしますけども、コンセプトは同じですね。赤い服です。そしてこの金色の衣服がですね、右の人物の袖になっています。この腕を見てください。これは女性の腕で,腕ではありませんね。そして胸がありません。いや全くフラットです。なあち、この人は右の人も男性だということですね。まあ、こういう形で、ミケランジェラ、ミケランジェラの方法でダヴィンチを攻撃したわけですね。 まあ、壮絶な戦争が続けられていたと思いますよ。そしてこの人は今言いましたように、一見女性に見えるかもしれませんけども、胸がない点。そして手の方を見てください。先ほど言いましたように、エンジェルの足の方に毛が生えてましたね。同じようにこの手もですね、途中から毛が生えているように見えます。そして左はこれ一見女性に見えるかもしれませんけども、ちゃんとついているものがついています。皆さん自身で確認してください。 この人もそうですね。一見女性に見えるかもしれませんけども、優しい顔してますけども、体はごっつい、ごっつい体してますね。そして、やはり男です。この人も、一見女性に見えるかもしれませんね。優しい、綺麗な顔してますけども、やはりついているものがついています。システィーナ礼拝堂の人物は、ほとんどと言います。すべてがと言ってもいいでしょう。男と女が逆転しています。そこに注意してください。 で、もう一、岩窟の聖母の話に戻ります。これがエンジェルですね。この人は男なんですよ。これはまた別のところで証明しましたので、またそちらをご覧になってください。で、これがミケランジョの描いた右が絵ですけども、大変綺麗な優しい顔してますけども、まあ、ちょっと角度が違いますから、比較しにくいところありますけども、この両者は同じ、まあ、人物と見ます。で、この前後に、まあ、右のね、七時の礼拝堂。この人は、あの、あるものが見えませんので、まあ、 男と女とも判別できませんけども、この人も男なんですね。一見ちょっと胸が大きいから女性に見えますが、さらに驚くべきことに背中に注意してください。背中にはレプタリアン独特のテマスカの特徴であるヒレが書き込んであります。これも林博士が発見したことです。で、こういう形でヒレが書き込んであります。注意深くご覧ください。ミケランジュラはこういう形で、まあ、この人が男であり、かつレプタリアンであり、そして、 ダヴィンチの描いた岩屈の聖母のこのエンジェルも男であり、レプタリアンであることをまあ証明してあげて、そして右の人物はですね、よく見ますと皮膚がぼやーっとしてますね。これはラファエルも同じ手法で書いてますけども、まあ、新品がめくれているレプタリアンを表現するときには、皮膚をぼやーっとして表現するわけですね。注意深くご覧ください。二重になってますね。左下、あの足のあここですね。二重になってる。すなわち、えー、皮膚がめくれる、いわゆるその、 いわゆる、まあ、レプタリアンであるということを示したわけです。そして、この腰のン見てください。これ、あの、絵の柿き村かなというんじゃなくて、きちんとこういうふうに皮膚がですね、二重になっていることを示しているわけです。まあ、こうして、ミケランジェロは、まあ、あの、 いわゆるその岩屈の聖母のエンジェルがですね、男であり、ええーまあ、なんて言いますか、レプタリアンであることを示しました。同じようにこれ蛇が書いてあるんですね。この蛇の模様に注意してください。一番下ね、左の下。で、このような形でダヴィンチは、まあ、コブラを描いたわけですから、あの、 右もそのような同じ手法でですね。これあの、ロンドン版で見ますとちゃんと鱗が書いてありますから、また興味のある方は私の別のビデオを見てください。ロンドン版も検証しています。そしてこれがヘビなんですね。なあち、まあ、ダ,ダヴィンチはこういう形で右のマドンナがヘビとダイジャと関係あることを示したわけです。で、このエンジェルに戻っていますが、もう一度確認してくださいね。 まあ今日の2番目のポイントということになりますけれども、このエンジェルの、まあ、姿勢ではですね、座ることはできません。皆さんもこの姿勢で座ってみてください。頭が前へ伸びすぎてますね。で、エンジェルは自分の左手で支えていることになりますけれども、エンジェルの手はですね、えー、ヨハネの背中に軽く触れている程度です。これでは支えきれません。このままではステーンと前の方へつのめってしまいます。 皆さんも自分でこの姿勢を作ってみてください。腰から下はまっすぐ立っているんですよ。そして前かがみになっているんですよ。この姿勢では自分の体を刺されることできません。これは触れ数、軽く触れているだけってことはわかりますね。指が伸びています。すなあち、この姿勢では刺さることはできない。すなあちダ、ダヴィンチはこういう体であったということを間接的に示しているわけです。すなあち、ラミアだということですね。ここでも1たす1は2、1の、まあ、絵の手法を使っています。 1たす1は1ですね。受胎告知も1たす1イコールで、マリア、すなわち魔女であることをダヴィンチは示しています。ここでも1たす1は1の絵の手法で書いています。ラミア、もう一度繰り返しますと、子供を食用するあ、まあ、魔女中の魔女ですね。そして妻、つまりリリトのことである。だから足も書いてありましたね。これについて、ラミア、ケあ ミリリュウさんがですね、大変興味深いことを発見してくださいました。ラミアという文字を並び替えますと、マリア。R と L と発音がやや変わりますけども、まあこれ英語,英語にしたためにこうした違いが出たものと思,思われます。ラミアを並べ替えると、マリアになるということですね。なあち、まあラミアイコールマリア。実際にラミア,アのヘブライ名はマリアです。になっています。そして、まあイエスの、まあ マリアンとなったわけですね。この眼窟の聖母には以上のように大変恐ろしい意味が含まれているということですね。まあ、アンユージュアルと冒頭で言いましたけども、ありえない、まあ、なんて言いますか、背景ということになります。そこでもう一つ皆さんに今日は重大なことを話しておきます。眼窟の聖母。眼窟の聖母。これは眼窟に見えますか皆さん。これは眼窟ではありませんよ。これは水の中なんです。 まあ、この、ここの部分をちょっと拡大してみますと、それがわかります。まあ、水の表面の独特の波と言いますかね、泡立ちが見えます。中深くご覧ください。まあ、これは水の表面ですね、バジャバジャバジャっとこう水がですね、さだ波が立っているところを表現してあります。で、中深くつくところどころ水のね、こういうところ薄いところがあって、背景の岩が薄いところありますね、この、えー 矢印の左の矢印のところに特に注意してください。この部分ですね。このように色温度を変えていますと、この岩がですね、マリアの体がですね、水の中にあることがわかります。私が着色したわけでませんよ。色温度を上げただけですよ。そしてその証拠がもう一つあります。ここを見てください。 ここを見てください。ここを見ますと、これが水の中であることがわかります。水面に浮かぶ、まあ、葉っぱというか花が描かれています。この花には茎がありません。そして根もありません。葉っぱもありません。上に映っている花がですね、水面に映っていることを表現したものです。 ご自身で判断してください。林浦市の思い過ごしたとか、思い違いだとか、ね、そんな風に批判なさる前に、ご自身で判断してください。すなわち、この花はですね、えー、水面に浮かぶ、まあ、花模様であるということですね。映るですね。水面に浮かぶ花模様であるということになります。まあ、それはおまけです。まあ、この絵はですね、岩、まあ、屈じゃなくて、 まあ私なら水中の聖母というふうに名をつけます。とてもこの話は恐ろしい話でしたね。と同時に、この絵は大変恐ろしい絵であるということを皆さんに今日は説明しました。最後までお聞きくださいまして、どうもありがとうございました。bye for now.Hello, this is Hiroshiyashi h a m m a City Japan. Here in this video, I would like to talk about fingers of a lady called Madonna, painted by Leonardo. Madonna in the painting Madonna of the Young Winder appeared to have abnormally long fingers when compared with fingers of ours now. Though I know she is different from us Asians, still her fingers looks much longer. As I have pointed out many times in the past, she's not at least a human, and here is another evidence of it. ダヴィンチの描いた糸巻のマドンナです。この絵についてはすでに何度も精査してきました。今日はこのマドンナの指について調べ直してみます。暗い影に隠れ、よく見えませんが、明度を上げてみますと、そこに指が浮かび上がってきます。 長い指ということはこれだけでもわかりますが不自然にもっと言えば異様に長い指であることがわかります人間の指と比較してみますここに紹介する写真はその中でも特に長い指を持っている方のものと思われる指です長いですねあるいは中には人間の指はですね見方によってはこのようにも見えると考える人もいるかもしれません実は私もそう思っていますが その範囲を超えて長く思われます。いかがでしょうかで、なぜダヴィンチはこのような長い指を描いたかですが、他にも同じような指を描いています。岩屈の聖母の中のマリアがそうです。この絵の中ではマリアの右手の人差し指はイエスの皮膚の下に潜り込んでいます。この指も長いです。 つまり、こういう形で、ダヴィンチはイエスがレプタリアンであることを示すと同時に、マリアも人間ではないことを示しています。わかりやすく言えば、神々、つまりエイリアンの指は長いということです。いくつかの例を順に挙げて考えてみます。今、皆さんにご覧いただいているのが、糸巻のマドンナですね。まあ、この中で、このマリアの指がですね、まあ、見た感じわかりますが、異様に長いということです。 で、順に検証してみます。で、右下が人間の指です。長い指の型のものを選んでみました。まあ、この写真と比べてみてわかりますように、まあ、微妙なところだといえば微妙なところなんですね。ダヴィンチの描いた、まあ、マドンナがですね、まあ、そうは見えなくもないという感じのギリギリのところだと思います。が、しかし、まあ、見た感じですね。長いなという印象は拭えません。 で、こうして比較してみますと、ダヴィンチは正確にという言えって言いますかね、写真のように正確に、えー、人間の手を、えー、表現しているのがわかります。そのもんなってますかね、凸コボコ感を,を比較してみてください。その上で、まあ、ダヴィンチはあえてこのような長い指を描いたということになります。まあ、これまあ、微妙なところですけどもね、まあ、皆さんの手と、まあ、比較してみてください。これがまあ、そのマドンナの 人差し指ということになるのでしょうかそして同じような指をですね、ダヴィンチは眼骨の聖母の中で書いています。それをこれから比較してみますが、えー、左がまあ糸巻きの聖母、右が眼骨の聖母ですね。で、ここに、まあまま、マリアのですね、右手が描かれています。まあ、この右手を見ていただきたんですけども、この人差し指も異様に長い。 てますかそういった印象を受けます。で、このマリアの指はですね、イエスの皮膚、神秘の下に持り込んでいます。まあ、それについては以前も既に精査しましたので、ここでは割愛しますけども、この、ここではですね、マリアの指に注意してください。まあ、つまりですね、こういう形で、 まあ、ダヴィンチはですね、イエスは人間ではなかった。つまり、つまり、まあ、脱皮する人間、すなわち、レプタリアンであることを示しました。そして、同時に、マリアの指がですね、まあ、見た感じ、異様に長いててます。私たちは日常的に持っている、まあ、感覚とは違って、長いという印象を持つほどに長いということですね。 まあいかがでしょうかそれは私だけの印象かもしれませんけども、見た感じ長いなという印象を持ちます。それと同じような方法で、まあ、あの、いうか同じ長い指をですね、ダヴィンチは糸巻きの成分の下で描いているということですね。まあご自身で比較してください。さらに、まあ長い指というのがあちこちにあるわけですね。これはあの、イエスの洗礼という絵ですけども、この絵の中に描かれている、まあ、ヨハネの指をちょっと見ていただきたいんですけども、やはり長い。 感じがしますね。下の衣とあの、まあ、重なってますから、ちょっと見にくいかもしれませんけども、親指、親指の長さと比して、人差し指がまあ異様に長いと。ということになるわけですね。まあ、アジア人の指の長さとは違うということにはなるんでしょうけども、それにしても長いという印象を持ちます。まあ、このように比較しますと、やはりこう、まあ、ベロッキョとダヴィンチの書いた 絵の中のヨハネもやっぱり指が長いということですね。そして同時にですね、まあ世界のあちこちで、まあ洞窟の、まあ壁画が見つかっています。まあその中でもまあマルカで見つかっている。まあこれはあの、これはちょっとごめんなさいね。ちょっと場所をこう言います、言えませんけども、えー、っと、いろんなまあこういったそのヘッド壁画が見つかってるわけですけども、その中でもマルカ島で見つかったこの、 マルカで、ごめんなさい。マルカで見つかったこの指ですね。これはまあ手形なんですけども、この指を見ていただくとわかりますように、これは明らかに人間ではありませんね。そして、ミケランジェロもですね、同じような指を描いてるんですね。カペラシスティーナの天井画の中に、まああの、神の絵ってことになる。神の手ってことなんですけども、神ってことなんですね。これカペラシスティーナ、エルシャダイってことになるんですね。まあミケランジェロ風に言えばですね。で、この、 この手の、まあ、傾きもおかしいんですけど、まあ、とにかくこの人差し指ですね。そう見ていただきたいんですけども、隠し絵という手法で指が異様に長いことを表現しています。まあ、これだけでも長いんですけどね、指の先がさらにずっと長く伸びているってことですね。まあ、こうした形で、あの、まあ、ダヴィンチにしても、ミケランジョにしても、長い指の、まあ、神。 イコールエイリアンを書き込んでいたということですね。そしてあの、ジョ、あの、ボイド・ブッシュマンって方がですね、エリア51で働いていて、そして、まあ、あの、この方はですね、あの、 ロズウェルで通落したね、エイリアンの回収作業に当たった方なんですけども、この方はですね、死の直前に、あの、暴露証言をしてるんですね。そしてこのビデオが死後に発表されたわけですけども、ボイド・ブッシュマンが、示しているこのエイリアンの写真ですね。彼が、あの、持っていた写真を暴露したんですけども、この中にまあ、映っているこのエイリアンの指も長いですね。人間の指よりも30%ほど長いというふうに、えー、ボイド・ブッシュマンは、 プシはそういうふうに、あの、説明しておられます。ということで考えていますとですね、まあ結論ということになるんですけども、もう一つその、糸巻きの成母を見ていただきたいんですけども、やっぱりどうも普通じゃないんですよね。で、こうしてみますと、このマリアのですね、左手が見えませんけども、ここを明るくしてみまして、メ度ドを上げていますと、まあ指が浮かび上がってくるというわけです。そしてその指がですね、まあ見た感じ、皆さんの直感でいかがでしょうか長いなというふうに、 思います、思われませんでしょうか私はそう思いましたけどね。そして、その長い指がですね、眼窟の聖母とつながり、そして、まあ、ミケランジョロの、まあ、神の手とつながり、そして、というふうにつながっていくわけです。で、まあ、この、これあの、眼窟の聖母のあの、イエスの手もそうですけども、写真のように、まあ、忠実に、あの、なんて言いますか、忠実というか、あの、聖地に、まあ、描き込まれているということですね。 そして、こう、比較してみますと、やはり、こう、人間の指よりは長いという感じを私は持ちますが、いかがでしょうか。上が、あの、親指ですからね、右上が。そして、下が、人差し指ですからね。指というのはこういうものなのか、っていうふうに、まあ、迷いますけどもね。で、まあ、ついでに、あの丸化経分、丸かものマ丸カと、丸ルカいぶのですね、あの、壁画の、あ、 ま、いわゆるその手形をちょっと見ていただきますけども、やはりこの人間の指ではないような印象を持つまでに、ほどまでに長い指ということで、ちょっとま、微妙なところですけどもね、ね、かわ人この人間の指ではないというか、あの、という印象を持ちます。いかがでしょうか。ま、この辺が非常にま、微妙なところですけどもね、ま、あとは皆さん、私は長いというふうに判断しましたが、あの、いかがでしょうか。 ま、これ右はね、私の手なんですけども、私はよく指が長いって言われるんですけどもね、アジア人ですから、それでもね、あの、白人の指の長さ、手の長さに、ね、はかないません。ボイル・ブッシュマンという方がですね、まあ、彼はエリア51で働いていた方だそうですけども、その方がですね、死の直前に、まあ、インタビューに答える形で、 暴露証言をしています。ボイド・ブッシュマン氏はですね、2014年の8月に亡くなられました。まあ、死の直前のインタビューであるというだけにですね、まあ、自分の人生観と照らし合わせてみても、その証言には重い信憑性があると判断しました。まあ、このような、あの、 暴露証言をしているんですけども、その中でエイリアンの手について述べている部分がありました。ご覧ください。 The この中で紹介されている手をですね、拡大してみました。で、ボイド・ブッシュマン氏はですね、人間の手よりも30%ほど指が長いと言っておられます。確かに長いですね。まあ、あの、あくまでもなって言いますか、あ手のひらと手のひら ですねまあ、相対的により長いということでしょうね。これは私の手です。まあ、比較してみても30%という数字には間違いないと思います。 Hello, this is Atago and h i r o s h i h a s h i Japan.Mystery of Handprints in Caves.Skeptical people still insist that these were created by humans. 会議的な人はどこにでもいます。イースター島のモアイは小波砲からロープを張り揺らしながら運んだと言います。ナスカの線は何千人もの人たちが悔いを持って一斉に 線を引いたと言います。またこうした手形は、口の中にインクを含み、それを吹き付けて書いたと言います。 ただ、マノスではですね、細い骨の管が見つかっているそうです。それをスプレーにして書いたという説もあります。これはアタゴさんからいただいた情報です。さらに、世界のあちこちでですね、手形が見つかっているということです。 これはエジプトですね。ここでも手形が見つかっています。下の方にありますね。いわゆる作り方のコンセプトは同じだということです。まず下地を塗り、手を 手を置き、その上からスプレー状のものでですね吹きつけて書いたということですねオーストラリアでも見つかっているそうですやはり指が長いということに注意してくださいそして マタベさんからも同じような報告をいただきました。アーネムランド、オーストラリアの北部ですけども、その辺りでは、まああちこちの洞窟にこうした絵が描かれ、その中には手形が残っているというのです。やはりコンセプトは同じですね。 クワイバデラ・マヌスと同じような絵というか区別がつきませんね。で、もう一度今までの手形を並べてみます。パーテム。ラスコー。アージェンティーナですね。クワイバデラ・マヌスですね。そしてらスワラウェシ、インドネシアのスラウェシ島です。 これはあのメキシコですね。オクストティ・ティトランですね。こうして世界中で手形が見つかっています。オーストラリア。そしてオーストラリアです。 まあ、検証してみますが続くビデオの中で詳しくいたしますのでここでは、まあ、簡単にと言いますか世界のどこで見つかっているかということを皆さんに紹介いたします。世界中で同じものが見つかってていいい。るととうことに注意してください 何のために、どうして、誰が。で、やはり、上野さんのレポートをもう一度読んでみたいと思うのですけども、普通のインクではありませんね。数千年から数万年の時を経て、現代に残っているということです。まあ、人間だとするならば、理由がわからないというわけです。全く同感ですね。どうか続くビデオをご覧ください。 Bye.Hello, this is Atago and Hiroshiyashi Japan.Aliens handprints created by aliens t h e m s e l v e s a リアの手形。Atago さんから新しい情報が入りました。新たに2箇所。手形がある。 場所を教えてくださいました。フランスにはさらに2箇所あるそうですけども、ここでは割愛させていただきます。これが、アタゴさんからいただいた資料です。で、もう一つ私は、ボルネオに 手形を見つけました。合計で8箇,所の8箇所で手形が見つかったことになります。これはメキシコの手形です。これはスペインの手形です。これがインドネシアのボルネオ島で見つかった手形です。 まあ順に並べていますと、これがタイのパーテン。これがフランスのラスコ。ー、他に2箇所あるそうです。で、アルゼンチンのクワイバダラ・マノス。それと、インドネシアのスワウベシです。そして、オーストラリアのマルカスケーズ・ケイブですね。そして、これがインドネシアの、えー、手形。そして、これがメキシコ。そして、スペインです。 合計8箇所になりました。もう一目瞭然と言いますか、皆さんこれらの手形を見比べてみてください。で、問題はですね、インドネシアの、えー、グア・トゥエットという、うん、ところにあるこの手形なんですね。で、場所を特定しようといろいろ探してみたんですけども、場所が特定できませんでした。ボルネオというのは大変大きな島です。まあ、島というよりも、 大陸との中間くらいの大きさがありますね。で、そこでこんな手形が見つかりました。これらの手形がですね、何か意味を持っているということはそうですね。命の木というふうに、tree of life というふうに言われています。go at w a です。で、あれこれ調べてみたのですけども、場所がわかりませんでした。 これはフランス国営放送の番組から撮らせていただきました、動画から撮らせていただきました写真です。場所が特定できないのは、まあ当然と言えば当然なんですけども、ジャングルの奥地にあるわけですね。そしてこの手形が見つかりました。 で、壁画と言いますけどもこれ、これらの絵は天井に描かれているということですよね。そして、まあ、どんな塗料を使ったか知りませんけども、数千年から数万年という年月を経て、現在に残っているということなんです。そして、全世界、現在のところ8箇所プラス2箇所で、こうした手形が見つかっています。検証してみましょう。 まずラスコー、フランスですね。そこから、スペインの、線を引きます。それから、クエバル・ロマンロスですね。アルゼンチンです。そして、オーストラリアのマルカ・ケイブ。そして、スラワシ、インドネシアですね。で、ボルニオ島はですね、ここにあるんですね。ですから、まあ、赤い線の直線下にあると見ていいわけです。そして、タイのパーテム。 フランスのラスコウへと続きます。この状態で地球をぐるっと出ますか。移動してみます。もうお分かりですね。今引いた直線がちょうど円周にずるっと並んでいるのが皆さんお分かりになると思います。マルカ島です。3000年前。マルカ、あ、ケーブですね。そこです。ごめんなさい。で,スワシで、スワウエシュですね4。4万年です。 グワトエット1万年です。パーテム3000年です。そしてラスコーが1万5000年です。これがスペインですけども、3万7000年という数字が出ていますね。そしてクワイベタラマノスは9000年です。で、一箇所、オクスト・ティトランにつきましては、後で簡単に説明いたします。オクスト・ティトランだけがこれらのこの演習から外れています。 そのオクソティトランを調べるにはもう少し別の角度から見る必要があります。そのビデオをこの後にお見せいたします。まあ要するにこれら7箇所はですね、アフリカの大きい中心としまして8500キロから9000キロの半径の中に収まっているということです。ですからこのように演習となって私たちは今見ることができるわけですよ。これを偶然というか、 あるいは意図的に計算された場所というかは、それは皆さんのご判断にお任せします。まあ結論から言いますと、こうして、まあなんて言いますか、演習にぐるっと並ぶということ自体がですね、もう数学的に、これらの場所は、エイリアンに作られたという、まああるいは書かれたという証拠になるということです。あるいはあなたはですね、まだ、なんて言いますか、これらの 手形がですね、人間によって書かれたと思いますかまあ人間によって書かれたとするならばどうやって、なぜということを考えてみてください。骨の管を使って、まあ、噴霧状にして書いたという説もありますが、あなたはそれを信じますかで、一、一箇所残ったところがありますね。スペインの、えー、ここですね、オクストティトランですね。 この壁画なんですけども、この壁画だけは先ほどの演習からは外れています。それには日本の仮面の女王から説明をしなくてはいけません。少し回りくどい説明になりますけども、どうか聞いてください。で、これは仮面の女王なんですけども、長野県の茅野市で見つかりました。で、これは、 まあ何度も精査してますように、この仮面の女王は、えー、ペルシャへ渡り、そしてシュメール、それからバビロニア、それからメソポタミアへと、まあ、影響していくわけですね。で、まあ、これについてですね、あの、私は率直に言いますけども、本当にお面なのかということですよね。 ま、それはあの今日のテーマではありませんので、割愛させていただきますけども、この仮面の女王の謎を解くためには、もう少し広い視野で持って言いますと、宇宙的な視野で見る必要があります。まあ、それをこれから順に説明しておきま、していきますけども、この日本で、あるいは下ばかり見ていたのでは、謎は解けないということですね。 ま、これが、先ほど言いました、もう一つちょっと戻りますけども、パーティム、タイのパーティム、えー、ナショナルパークです。で、この、パーティムの、ここに、先ほど言いました、手形が残っています。その左にも残ってますよね。で、この、まあ、繰り返しになりますけども、このパーティムの手形と同時に、実は、あの、絵も描かれているということを忘れてはいけません。これはラスコ、フランスですね。 この絵をご覧ください。で、そこにこの絵が、あの、手形があるということです。で、あくまでもなんて言いますかね、あの、絵の方が主体で、手形の方がなんて言いますか、あの、楽、楽輪みたいなもんでしょうね、これでね。俺たちはここに来たぞこれが証拠だっていう形で書いたように思います。これがアルゼンチンのクエバデラ・マノスです。で、ここにも絵が中心になっていて、そして手形が残っていると。 まあ、あの、小籔でマノスについてはですね、非常にたくさん手があり、手形がありますから、手形の洞窟というような意味だそうです。同じコンセプトで書かれていますが、やっぱりこうなんて言いますか、あの、区別がつかないと言いますかね。手形の区別がつかないわけですよね。手形を手を置いて、上から、まあ、スプレーで描いたような絵ということになります。 ましかし考えてみれば不思議なことなんですよね。3000年から4万年という年月を経て、こうした塗料で描いた絵が残っていること自体が不思議ですね。どんな塗料を使ったというのでしょうか。しかし大事なことは絵なんですよね。オクスト・ティトランの謎を解くにはこの絵を見なくてはいけません。これラスコーです。これがタシルナジール、サハランの,、ね、の絵です。やっぱり絵があって、ここには手形は見つかっていないと思います。 わかりませんよ。これから探せば出てくるかもね。今のところ見つかっていないと思います。あれは私の知る範囲にないのかもしれません。これはラスコです。下がタシルナジールです。皆さん殺した絵を見て区別はつけますか少し色が違うかなっていう感じですけども、これ色を落としてみたら、おそらくまあ区別はつかないと思いますよ。 そして、タイのパーテム、あパテムにも、やはり壁画が残っています。こんなところに残って、まあ、全世界こういう、なってますか、もう人だと離れたと言いますか、人が立ち入らないようなところに壁画が残っているというのも大変興味深いですね。ここに、えー、残ってますね、壁画が。ここには、先ほど言いましたように、手形が残っています。ここに、三角頭の、まあ、 人物像が描かれていることに注意してください。これはホーリーゴーストですね、USA の。これも同じように、同じ手法で絵が描かれています。上がパーティム。下がホーリーゴーストです。まあ、形はやや違うかなと思いますけども、コンセプトは大変よく似てますね。タイト、北米、 偶然なんでしょうかこれがチリの地座です。地上絵ですね。これはあの、直径が30センチ前後の石を集めて描かれた絵なんですね。で、この中に、まあ、なんて言いますか。まあ、犬が出てくるわけですね。で、この犬と同じものが、今度は USA のホーリーゴーストに出てくるわけです。下の方はちょっとメタボリックっぽいかなっていう感じはしますけどもね。 尻尾に特徴があるんですね。くるっと巻いてるんです。これも偶然なのかっていうことになるわけです。まあ、こうした偶然がどんどん重なっていくんですね。で、もう一体に戻ってみますけども、この中に、三角頭の人間が出てくるわけです。で、ここには先ほど言いましたように手形も残ってるわけですよ。 これが三角頭の、まあ、人間というかエイリアンですよね、明らかに。も、ま、う、あ、はっきり言いますね、もうエイリアンです。このエイリアンと長野の血の死で見つかった道具の頭と似てますね。こういうふうに連続性を持ってそれぞれの遺跡がつながっていきます。パーテム、タイです。てから長野のジャパンです。これも偶然なんでしょうかということになるわけです。 まあよく見比べてみてください。これがパハですね。メキシコ、カリフォルニア半島にあるパハ。そこの見つかったパハの洞窟の中の絵です。これがラスコウです。これが竹原です。スペルーのね。スペリングわかりませんでしたので、ローマ字で竹原と書かせていただきました。皆さん区別つきますか区別つかないでしょう。手形以上に 彼らは重要な証拠を残していったんですね。そしてこれがタシルナジールの泳ぐ人と言われている壁画です。まあ少し色が褪せてますけども、この絵と足が似てると思いませんか。 まあ、明らかに右の図、あの、像はですね、えー、ペルシャ一体残っている同じような像と比べてみますと、明らかにパワースーツを着ていますね。あの、ペルシャの方はあの、こうしたあの、パワースーツを着てませんから、非常にってますが、異様に細い足をしてますよ。おそらく立てなかったんでしょうね。大半は椅子に座ったままの状態で像になっています。さあ、これから先ほど言いましたオ、オクストティトランの、オクストティトランの謎に迫ってみます。 オクストティトランだけは、先ほどのぐるっと回った演習の線からは外れていましたね。で、なぜかということなんですけども、そのヒントがこの絵にあったわけです。これはパーテムです。で、あのー、Google Earth 上でパーテムで撮った手に撮りました。地の島、そう、ああ、ここも、まさに地区この地の島、というところで、あの、この土偶が見つかってるんですけどもね。そして、先ほどちょっと飛ばし、あの、言いましたけど、パハですね。カルフォリニアハンターのパハ。そして、 ずっと行って、知事の地座と。まあ、そういったところを繋いでみました。あるいはナスカでもよかったのかもしれません。ナスカだと直線になりますが。こういう感じなんですね。で、これらの線がほぼ一直線上に並ぶわけです。ある角度から見れば、やはり地球の円周上をぐるっと回る形になりますよね。その、この線上に実は、 オクストティトランがあるということなんです。ここが地座です。ですから、オクストティトランだけの手形だけはね、外れてるという考え方ではなくて、壁画で繋いでいくと、オクストティトランもやはり一本の直線上にあるということになるわけです。 なぜこんなものが今に残っているのか誰が何のために作ったのか描いたのか謎は深まるというよりも簡単に解けるんですね。4万年前から地球にやってきたエイリアンが絵を残し、そして手形を残していったということになります。しかもですね、前に言いましたように断続的にこの地球を訪れている、いたということですね。 オクストティトランは、こうして、まあ、別の一本の戦場にあるということです。Uh, thank you very much for watching, and see you again next time. Bye!Hello, this is Hiroshihayashi, h a m a m a s u Japan.Handprint paintings in Maluka's cave, Australia.Alien's art, its evidence. マルカスケーブルの手形。エイリアンによって書かれたという証拠と証明。まず、紙の上にですね。白い色を塗ります。次に手を置いて、上からスプレーで、スプレーで、スプレーで色をかけます。すると、こういう手形ができます。簡単ですね。 簡単に書くことができます。で、マルカのホラーナを紹介します。オーストラリアのアボリジニーたちが書いたという、まあ、絵があります。これはスラベシと、それからカーベデラ・マヌスの間を繋いだ線ですけども、その間のエラーが600キロです。このことは続くビデオの中で重要な意味を持ちます。 で、この丸か、ケーブへ行ってみます。観光案内図を見ますと、その上、下か、やや左上ですね。あの、グールで撮りますと、ここの丸かケーブを今のところに刺します。まあ、位置はそれほど重要じゃありません。この丸かケーブの中には、 手形が書いてありました。これがマルカケーブの中の、に残っている手形です。このマルカケーブの中の手形を検証してみます。ま,あ、まず第一に気がつくのはですね、指が長いということ。それから、手に着色がしてあるということですね。どうして、あれはどうすればこうした着色ができるかということなんです。 まずあの、世界には手形はあちこちに残ってます。今まで私が確認したのは4箇所です。これがパーティム、タイのパーティムの手形です。これがフランスのラスコーの手形です。このラスコーの手形も二重塗りがしてありますね。白と赤色です。これがクエバデラ・マヌス、アルゼンチンの クエバデラ・マノスです。手形の洞窟というような意味だそうです。無数の手形が書かれています。これがスラウェシの手形です。指が長いですね。ということに注目しました。 これはパーティムの手形です。これがラスコーの手形です。これがコヤバデラ・マノスの手形です。そしてこれがスラウェシの手形です。そしてさらに今回新しい手形が一つ加わりました。マルカ・ケイブの手形です。オーストラリアです。では検証してみます。 これがマル,ルマルカスケーブルの手形です。指が長いですね。いわゆる手のひらに比較して長いということですよ。実際の手の長さ、大きさはわかりませんが、そうした記録を探していましたけども、見当たりませんでした。本来ならそういう記録が一番欲しいんですけどもね。大きければ大男、小さければ子供というふうに、まあ、国語学者の先生たちは説明するでしょうね。 まあ、ともかくも指の長さが手のひらに比較して長いということに注意してください。右が私の手です。感じが違いますね。まあ、比較するまでもなく、見た感じでわかると思います。つまり、左の手形はより比較的長い指を持っているということになります。 が、これだけでは、エイリアの策ということは、皆さんは、納得しないだろうと思います。エイリアの策という説に対してですね、納得しないだろうと思います。もう少し詳しく検証しています。下が白いですね、字が。そしてですね、これが元の岩石の色です。で、手の色がですね、黒いですね。ということは、 元の手を置いてその上からスプレーで白く塗ったというんじゃないんですよね。そして、白いところが抜けているところでまた元の字の色になりますですなわち指の部分だけ黒いということはですね、これは二度塗りをしているという証拠になるわけです。実際にやってみましょう。えー、ダンボール紙の上にですね、まず白を塗ります。下地を作る,作るわけですね。 で、その上に手を置きます。そして、その上からスプレーをかけます。スプレーをかけます。スプレーをかけます。ますそして、手形が出来上がります。スプレーで書いた場合には、このように濃淡が出来ます。しっかりと押さえ込んだところは黒く、そしてやや浮き上がったところは指がですね、薄くなりますね。 比べてみてください。これは指をしっかりと置いて、まあ、隙間なく上からスプレーでかけた時です。この辺で指が細くなりますね。それは指が上へ上がるからなんです。横からスプレーが入り込むわけですね。そして手のひらもグッと押さえ込んだところは空間がありませんから濃くって言いますか。映りますね。比較してみてください。わかりますかこれがスプレーで、スプレーで、スプレーで書いたという証拠です。 これ以上の証拠があるでしょうかそして、絵が出来上がったんですけども、4万年前、4万年前、満足な道具すらないアボリジニーが、スプレーを使って、スプレーを使って、スプレーを使って,使って描いたのです。ありえますか考えられますか そういうことなんですね。で、このマルカ・ケーブのハンドプリントと、そして、アルゼンチンの加えエバ・デラ・マノスのハンドプリンティングと比較してみます。よく比較して、見てください。同じコンセプトで同じ方法で同じ色で同じように書かれていますね。 同じ人が描いたところが、ところが、距離を見てください。左が丸か、オーストラリアの丸か、東で、あケーブです。右がアルゼンチンのコエベデラ・マーノスです。距離は1万1600キロ。これほどの距離を動いて、誰が絵なんか同じなんか描きますかしかも、4万年前ですよ。これがエイリアンが描いたという証拠です。もうそろそろ皆さん、 認めてくださいよ。説明する方も本当に疲れます。それでは皆さん、Goodbye. See you again next time. Bye.Hello.This is Hiroshihaya Shige Awana No Japan.Aliens hands.Boyd Bushman という方がですね、まあ彼はエリア51で働いていた。 方だそうですけども、その方がですね、死の直前に、まあ、インタビューに答える形で、暴露証言をしています。ボイド・ブッシュマン氏はですね、2014年の8月に亡くなられました。まあ、死の直前のインタビューであるというだけにですね、まあ、自分の人生観と照らし合わせてみても、その証言には、

Ours, bit, longer, the この中で紹介されている手をですね、拡大してみました。で、ボイド・ブッシュマン氏はですね、人間の手よりも30%ほど指が長いと言っておられます。確かに長いですね。 まあ、あの、あくまでも、なんて言いますか、手のひらとですね、まあ、相対的により長いということでしょうね。これは私の手です。まあ、比較してみても30、30%という数字には間違いないと思います。でところでですね、ルネッサンスの時代にメケダンジェロ、そしてダヴィンチも指の長い 人物像を描いています。これは、ミケランジェローがシスティーナの礼拝堂に描いた、まさに紙ですね。エルシャダイの指で、えー、絵ですけども、その中に描かれている指も長いですね。まあ、これは隠し絵処方と言い,いまして、あからさまに描くことができなかったものですから、このように隠し絵として指の長い紙を、まあ、描き込んだということになります。同じように、ダヴィンチも指の長い まあ、人物を描いてますね。この右のジョンですね。ご覧ください。この指です。異様に長いことに皆さんどうかお気づきください。この指なんですね。で、先ほどのボイド・ブッシュマン氏が示した写真の指と比べても、まあ、 それほど違わないんじゃないかと思います。で、エイリアの手はですね、実は全世界で見つめ、見つかっています。最近、スラウェシってところで見つかったそうです。これはあの、AFP で配信された情報ですから、出所は間違いありません。シゲさんという方が教えてくださいました。これがスラウェシアイランドです。インドネシアのね。まあ、ここで、このような、 ハンドプリントが見つかったわけです。世界各地でも見つかっているということだそうですけども、今私が把握しているのは4箇所です。もちろん他でも見つかってますよね。これがパーティムです。タイのパーティムですね。ナショナルパークでもやはり同じように見つかっています。ここに 人間の手があります。その左の方にもあるんですけどもね。ちょうど中央やや左寄りですけども。これがフランスのラスコーです。まあ、有名な壁画ですけども、そこにも同じ手法で同じように書かれた手の文様といいますか、手の形が描き込まれています。さらに、アルゼンチンのクアエバクアエヴァダデラ・マノスというところでも見つかっています。 手の洞窟というようなふうに呼ばれています。これらの手はですね、明らかにエイリアンが書いたものです。その証明は数学的にこの後に、後にそのビデオを繋げておきますから、そのビデオをどうかご覧ください。数学的に証明しました。これらは明らかにエイリアンが関与している。少なくともエイリアンが関与しているということですね。さらに、スラベシの手を見ますと、まさにそれは エイリアンの手であるということになります。指が長いですね。まあ、ここで、えー、ボイド・ブシマン氏の証言と一致するわけであります。まあ、他のは、どこか人間っぽい感じがしますけどもね、それほど指が長くないもんですから、しかし、えー、全体としてみると、エイリアンの手ということになります。これがスラバシの、インドネシアのスラバシの指、手です。長いですね。4万年前ですからね、この絵が描かれたのが。 4万年ですよ、皆さん。そして右が、uh, エリア51で写真に撮影された、uh, エリアの手だ、手だ,だ,だと言われています。<laughs> 続くビデオをどうかご覧ください。Thank you very much and bye!Hello, this is s h i g e and Hiroshihaya Shi Japan.I say in this footage, 40,000 years ago, エ l i e n s visited this planet, the earth, and here I can show you the evidence.In Japanese, シゲさんがこんな情報を届けてくださいました。インドネシアのですね、スラウェシ島で壁画が見つかったそうです。そしてその壁画の中に人間の手らしきものが書き込んであったというのですね。で、スラウェシ島を探してみたんですけども、スラウェシ島は大きな島です。 そして、まあ、どこにその壁画があるかはわかりませんでした。で、Google 上でですね、スラウェシ島を調べ、そこにこの点を取りました。まあ、スラウェシ島と言いましてもですね、九州の大きさと比較してみてわかるように、かなり大きな島ですね。ですから、まあ、点の位置によって距離も、まあ、違ってくるということです。それについては、ま、あの、後でまた紹介いたします。で、まあ、 まあ、ともかくもこの Google ググ上のですね、この点を、まあ、スラウェシ島の点として採用しました。で、このスラウェシ島にはですね、こうした手の文様がいくつかと言いますか、たくさん書かれています。まあ、手を置いてですね、上から、まあ、例えばですよ、スプレーの絵の漏れで吹きつけて絵を描いた手法に似てると言いますか、それを私は最初に考えました。 でこの手の文様についてですね、まあ、AFP がです、ね、次のような動画を流していますのでご覧ください。

<laughs> <laughs> まあ、こういった絵なんですけども、もう一度見ていただきますと、これがスラ・ウェシの壁画の手形ですね。で、同じものがですね、実はタイにもあるんです。パーティム・ナショナル公園の中に洞窟があるんですけども、その洞窟の中にも同じものが描かれています。 この丸の中を見てください。そしてその左ですね。にももう一つあるのがわかりますね。これはフランスのラスコーです。ラスコーにも同じものがあります。やはり手を置いて上からスプレーをかけて描いたような絵です。手法は同じですね。輪郭を取るのではなくて、まあ、 輪郭を残して書いたということですね。そしてもう一つ、アルゼンチンのクワイバー・デ・ラ・マヌスにを見てくだ、の壁画を見てください。クワイバデ・マヌスというのはですね、マヌスの手の、まあ手、手形の洞窟という意味だそうです。ここには無数の手形が書かれています。で、これらを並べてみますと、これがパーティムの手形です。そして、これがラスコーの手形です。 これが、クえエバ・デ・ラ・マノスの手形です。そして今回、新しいのが、シゲさんの協力により付け加えることができました。これが、インドネシアの、スラベェシの、ごめんなさい、スラベシのあ手形です。皆さん、見比べてみてください。で、検証していますが、林宏氏のライン理論を応用します。 まず、四つの地点を取ってみます。これがラスコ。右の方がパーテム。えータ、タイのパーティムですね。そしてそのパーティムからあー、スラベシに線を引きます。このスラベシがひょっとしたらもっと下の方かもしれません。そしてこのスラベシからずっと南極を越えて、今度はあ、アルゼンチンのマヌスへ線を引きます。 この日は、ここは、あの、きちんと点で取れますので、えー、皆さんご自身でご検証ください。そして、この、マヌスから、ラスコーへと線を引きます。こうして、まあ、まあ、もう一度、まあ、もう一度もありますけどもね、ラスコー、それからそのパーテムというふうにまた線で繋いで、分かりやすく線を太くしてみました。ここが重要ですから、よく注意深くご覧ください。4つの点を、こうして取ったということです。そして、この四つの点を取った、 地球をですね、少し動かしてみます。ここがラスコーです。で、グリーンの線がパーティム。それからパーティムから海線で、スワ、スラウウエシですね。言い抜きですね。スラウウエシへ行きます。それからパーティムと。もう一度戻りますけども、スラウ,ウェシ。それから黄色い線がずっと、マノセと向かいます。緑の線は、手がもうここに見えてるんですけども、ラスコーですね。 これをずつ、ほんのわずかずらしてみますと、皆さんお気づきですか地球の外周をですね、ぐるっとちょうど一周しているのがわかります。地球の半周が1万キロ、はっと、いや、4万キロなんですけどもね、あのー、この直径が2万キロ弱になりますね。ちょっとあの、ギリギリですね、これであの、Google で見るのは。 なあち、この、四つの視点は、地球のほぼ、えぇ、ー、習を手に、この場合はね、演習をぐるっと回ってるってことです。これは明らかに計算されている。あるいはこれがですね、こう、まあ、偶然だというのならば、じゃあこれも偶然ということになりますね。世界の各地で、こうした手形が見つかってる。しかも4万年前という数字が出てきています。そこで私は四つの視点から、8000キロの線をまず引いてみました。Google の上では、 コンパスの絵のを描けませんので、8000キロの線を引いてみました。だいたいこの辺に集まってくるという目星をつけたんですね。そして今度は9000キロの線を引いてみました。しま、そうしますと、4本の線が、まあ、この、アフリカの沖に集まってくるわけです。ということは、このあたりに、どうやら4つの視点の中心点があるということになるわけです。なあち、ここからの距離がですね、ちょうど同じになるということです。 ですから、地球の周りをぐるっと一周する形になるわけですね。これも偶然なんでしょうかありえませんね。そして、私は、これがですね、4万年前に、人間ではない、エイリアンがこの地球をやってきたという証拠だというわけです。偶然か、そうでないというならば、これが証拠だというわけです。 もう一つこの地球をよく見てください。赤、黄色、それ下の方に、左下の方にブルーが見えて、緑の線が見えますね。このようにぐるっと地球を一周しているということです。そしてその間の、まあ、半径は、ちょうど8,900キロから9,000キロの範囲ですけれども、ちょうど9,000キロだということです。これは偶然でしょうかもしそうでないというならば、これがエリアンが書いたという証拠になります。さらにシゲさんはこんな絵も届けてくださいました。 同じく、裏上市の絵画に、として書かれているものなんですけども、この動物らしきものを見てください。動物ですね。私は、もう時の67歳になりますが、<laughs> こんな動物は見たことがありません。多分彼らが地球へ連れてきたんでしょうね。と考えています。Uh, thank you very much for watching and see you again next time. Bye!